メンドリ王女は、危機に伝えられる、古墳時代の皇族、王神天皇の巫女。母は、ワニシンの祖先のヒフレオミの娘である、旧支度目。都道地、イラツコミコ、ハッタ王女の同母妹。古事記では、メドリ王と記される。日本初期巻、第十一によると、仁徳天皇は、慶質やタ王女の妹で、イボ妹である、メンドリ王女を火にしようとして、 外釈人として二人にとって、異母兄弟にあたる早草ブサ王子を使わしたのままで、ある。しかし、早草ブサ王子は、密かに、彼女を妻にして、命令に背いた。古事記では、仁徳天皇の皇后の嫉妬を恐れた三子が、以下のように発言して、自ら進んで、早草ブサ命の妻になったとする。大きさきの強気によりて、八田のワケイを治めたものはず、ゆえ、 使えた手祭らじと思う我は何時命の女に並む何も知らなかった天皇は、面取り王女の新女へ行ったが、王女に仕える。旗織女らの歌を聞き真相を知り、恨んだが、皇后に気兼ねし、また兄弟としての向上を思い一旦はこれを許した。しかし、二人は満身して、味噌サザイと早草とどちらが早いかと、巫女が尋ねた際に、王女は、 はやぶさの方が早いと答えた。古事記では、以下の歌を、メドリ王が読んだことになっている。ひばりは天にかける高い句や、はやぶさわけ味噌サザイトラサネ、初期によると、はやぶさわけ王子のトネリーたちはこう読んだという。はやぶさは天に上り飛びかける際が、上の味噌サザイトラサネこれらの言葉は、案に、大味噌サザイ御言である天皇よりも、はやぶさわけの方が、 魅力的で能力面でも優れている、と天皇を誹謗したものである。このことで天皇は激怒し、市場を国似に及ぼさぬようにしてきた鬱憤を爆発させ、また二人が自分に対して謀反を起こそうとしていると知り、二人を殺そうと思った。はやぶさ明王子が伊勢神宮にメンドリミともども参拝しようとしているのを、 天皇は自分たちから逃げたと解釈して、追っ手として、日々本地べたけし、ハリマサエキ正しあにか、農家を越えて、現在の桜石倉橋にある、音ト山に登って、歌を詠んだ。しかし、逃げ切ることは叶わず、伊勢国の商談や、古事記では、歌の素地で追いつかれて殺されてしまった。この時に、おスラは、王女の死骸の物の中から玉を見つけた。 古事記では、将軍の山部太田哲が、メドリ王の手に巻いてある玉串郎を着服して、妻に与えたことになっている。その後、新滑祭りのあった月、十一月に、豊明世知への宴会が開かれ、先を5以上の女たちに賜った。その際に、大見山くんち森山の妻とうねめの岩坂姫の手に、メンドリ王女の所有物だった玉があった。二人を質問したところ、 佐柄木正しにはか、農子の妻からもらったことが判明した。兄はか農子は自白し、殺されるところだったが、自分の土地を献上して、赦面された。その土地は、玉大と呼ばれた。古事記では、温情措置は行われず、自分の主君筋の人間の手が温かいうちに、剥ぎ取るとは、言語道断だとして、大盾は死刑に処せられた。上記の物語については、 以下の特徴を挙げることができる。登場人物の名がすべて鳥に関連している。短い歌謡群を中心に綴られた物語である。仁徳天皇の物語には、古代歌謡が中心となった歌物語形式の箇所が非常に多い。面取り王女は姉である八田の脇キエナの待遇をめぐって天皇に抗議し、意欲的に生きる女性として描かれている。たとえ無本人でも、 死者を汚すことはタブーであったが、このようなことはよく行われていた。ありがとうございます。